どのロケーションを選んだかというのは、もしかしたら他の人にとってはあ、ちょっと面白いチョイスしてますねということかもしれないですけれども、私にとってはあ、すごく明らかなチョイスであって、自然にあ、すごいロンドンだなっていうふうに私が感じるところを選んだので、それをどういうふうに選んだのか言葉で説明するのは、難しいけれども、実際には結構日本のガイドブックなんかを見たりして、すごい観光的なスポットをまず選ぶことから始めました。自分の頭の中ではこう 3D のモデルビレッジのようなものを作っている感覚があって、そのシーンを描いてて、犬を散歩して連れている人がいたら、その犬を見て反応する人がいるとか、驚くべきことじゃないけれども、ささやかなアクシデントを自然にこう反映したくなるというか、そういうディテールを作るのがすごい楽しみの一つなので、自分の絵の中にムーブメントがあるとしたら、それなんではないかなというふうに思います。私のイラストレーションには自分のドローイングと自分の撮った写真と、それに色をつけた部分とという感じで構成されるんですけども、肌の部分、体の顔だったり手だったり足だったりっていう肌の部分を写真で残して、洋服はコンピューターで描いた洋服の形をもとに、そこにテクスチャーを当て込むっていう方法で人が一人ずつ出来上がっていきます。